けたであれ国道9号の真ん中で後ろの車に対して何かを言っているように見える男性の姿車に戻り信号が青に変わっても全く動こうとはしません後ろの車が追い抜こうとしますがあっ怖え何かしてね通らせんようにしちゃう 進路を塞いできます後続の車が2台の車を追い抜き始めていると次の瞬間交通事故寸前対向車とぶつかりそうになる場面もこれは今月3日松江市東津田の国道9号で撮影された映像です 2台の車に一体何があったのか撮影した人に聞いてみると出てくる車が直進してる車のちょっと間空いたところでぐっと人が腹を立ててちょうど信号止まったところで後ろの人が外に出て前の人におそらく注意してて。 撮影した人によると、店の駐車場からの急な左折に腹を立てたのか。後ろの車が前の車に対して注意をしていたそうです。そして。口論を終えた後、その後今度は。後ろの車が前の車にぶつかり、動画のようなさらなるトラブルに発展したそうです。なんかこんなに身近で起こるもんだと思わなかったので。 子どもたちも一緒に見てたので、ななんか怖いいと思いました事故につながる恐れもある危険な行為、刑事事件について詳しい弁護士に話を聞くと、今回の運転は道路交通法の安全運転義務に違反する可能性があると指摘します。後方方ののの黒いい車車が前方のグレーの車を追い越そうとした時に 前方のグレーの車がこれを妨害して、黒い車が対向車と交通事故になりかねない状況を生じさせました、危険行為ですので、この安全運転義務に違反することになります安全運転義務違反となると、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されるということです。